T50 はゴードンマレーオートモーティブが開発したスーパーカーである。カーデザイナーのゴードンマレーが2017年に立ち上げた新ブランドゴードンマレーオートモーティブの第1号車で2020年8月4日に初公開された。車種やボディパネルをフルカーボンファイバー製とするなど各部に徹底した軽量化が施されているのが特徴で、マレーによれば これまでで最も純粋で軽量、ドライバー中心のスーパーカーを目指して設計したという。各部にかつてマレーが手掛けたマクラーレイン F1 やブラバム BT46 バイトの要素が盛り込まれており、センターシートのサンザレイアウトやファンカー構造などにそれが現れている。社名の50はマレーの自動車業界におけるキャリアが50周年を迎え、 また本社が50番目のデザインとなったことに由来している。ボディはロードカーとして最先端の空気力学を取り入れたデザインとし、車両後方に直径4 0 0、mm、トル最大回転数 7000rpm のファンを搭載する。ファンと2つの可動式、リアスポイラーによって走行中に車両のフロア下を通過する空気を加速させ、 ダウンホースや空気抵抗の制御を行う。走行状態に応じて6種類のエアロモードが用意されており、ダウンホースは最大50%の増加、空気抵抗は最大12.5%の低減を可能としている。ウィンドウは一般的な窓ガラスよりも28%薄くされ、軽量化に貢献している。サイドドアはバタフライドア方式を採用している。 インテリアは、運転席が、中央に位置する、センターシートで、そのやや後方に,に座席が配置される3、シーターレイアウトとなっている。サンザール、バケットシートはすべてカーボン製で、軽量化が図られている。快適装備は10スピーカーのカーオーディオを備え、Android Auto や Apple CarPlay に対応する。車種とボディパネルはすべてカーボンファイバー製で、 モノコックを含むボディ全体の重量は 150kg 未満と軽量に収まっている。コスワースと共同開発した3.9リットル V 型12気筒自然吸気エンジンを搭載する。スペックはそれぞれ最高出力が 663PS11500rpm、最大トルクが4 7 6 k g ス m 9 0 0 0 r p m で、 最高回転数は 12100rpm という高回転型ユニットとなっている。エンジンブロックは高強度アルミニウム製。コンロットやバルブ、クラッチハウジングにはチタンを用いることで、エンジン自体も軽量化を図り、重量は V 型12気筒史上最軽量となる 178kg を実現した。マクラーレン F1 の BMW 製エンジンと比較しても、 約 60kg の軽量化となる。この他、イスグと呼ばれる 48V のマイルドハイブリッドシステムを搭載しており、最大で3分間の追加ブーストを得ることができる。トランスミッションは6速 MT が組み合わせられる。ミッション本体にも徹底した軽量化が施され、重量は 80.5kg に抑えられている。ミッシュラン製の パイロットスポーツカップ 4S が組み合わせられる。タイヤサイズはフロント235、35R19、リア295、30R20。ブレーキはフロント6ピストン、リア4ピストンのブレンボ製、ディスクブレーキを採用。ディスクはフロント計 370mm、リア計 340mm のカーボンセラミック製である。 100台が税抜き236万ポンドで限定販売されたが発表から48時間以内に完売した。2022年1月より生産が開始される予定である。マレーによればステファンラテルと緊密に連携しオーナーズクラブの設立も計画しているという。2021年2月22日 F1 世界チャンピオンに3度輝き2019年に 死去したニキラウダの誕生日を記念し、T50 のサーキット使用者、T50S ニキラウダを発表した。T50S はロードバージョンと並行して開発が進められ、サイズやデザインなど共通点もあるものの、モノコックやエンジン、パドルシフト式のトランスミッションに至るまで、ロードカーとは異なる構造となっている。標準仕様に比べボディ外反を薄くし、カーオーディオや、 カーエアコンといった快適装備もすべて撤去するなど、軽量化を徹底した結果、車重は標準仕様から約 100kg の減量となる 852kg となった。標準仕様のファンに加え、T50S では、車体各部にエアロパーツを装着することで、高速走行時に最大 1500kg のダウンホースを発生させることができる。 リアには幅 1758mm の大型ウィングが備わり、翼平面型はかつてマレーが設計した F1 カー、ブラバム BT52 のフロントウィングに着想を得たものとなっている。エンジンは標準仕様の3.9リットル V 型12気筒を改良した専用ユニットが搭載される。出力は標準仕様から 50PS アップの 710PS を発揮し、 エアインテークのラム効果によって、高速走行時には 735PES まで向上させることができる。また、標準仕様に搭載されている可変バルブ機構を省略することで、20.7kg の軽量化を実現した。T50S は個体ごとに独自の仕様となっており、車種には2キラウダのグランプリでの勝利にちなんだ固有の名称が付けられる。 例えば第一号車はキャラミ1974と命名され、レースの意義やストーリーを解説したブックレットとともに購入者のもとに届けられるという。生産台数は25台を予定している。販売価格は日本円で税抜き約4億6000万円。標準仕様の100台を生産し終えた2023年1月より生産が開始される予定である。ありがとうございます。